ですね。エアコン両サイドにありますけど、一方だけ動かして、あと扇風機ですね。12人部屋ですかね。一応ですね、基本はですね、カーテンありで、下にですね、ロッカー、自分の鍵使います。いいです。あとですね、ベッドライトにコンセント2つありますね。いかがでしょうか。で、ただこちらはですね、日中は電源切ります。9時から7時まで。さあ、冷水も出ます。共用スペース2階ですね。食堂も兼ねてます。キッチンね。ほとんど私使わなかったですけどね。冷蔵庫もあります。あと、外ですけど、あ、猫さん、こんにちは。こういう喫煙所、ベランダですね。これも干せますね。洗面所ですね。シャワー手前に2つ。一応シャンプーと、石鹸がありますね。洋式トイレシャワー。監視はですね、男女分かれてます。でございます。ここからドキン部屋。今回は、3つのみですね。こちら、目の前がですね、お手洗いとシャワーですね。やっていきますか。これからにですね、ゲストハウスでございます。入り口ですね。1階、レセプションです。中堅隣の、はい、ゲストハウスの入り口、総理の入り口ですね。こんな感じになってます。